イージーカム、イージーゴー、キホの基本。こんばんは、パーソナリティのキホです。今日も10分間リアル読書感想文を発信すべく収録を行っていきます。というわけで、じゃあ最初に今日は何を話そうかなと思って考えてきたんですけど、つい最近、この NRS のプロデューサーの森重さんに、クラブハウスに招待してもらったんですよ。で、そのクラブハウスに入ってみて、全然めっちゃ英語使ってる人わかると思うんですけど、めっちゃ英語やんね、あれ。英語で、めっちゃ英語でっていうか、全部英語なんよね。全部英語なんで、で、文字を読めんっていうか、どういう意味みたいな単語とか、なんかあんまり教科書で習ってないような単語とかもところどころ使われてて全然読めなくて、で自分めっちゃ英語苦手なんですよ。で、ある部屋に入ってみて、でリスナーとして聞いてて、でそろそろ抜けようかなと思ってずっとハンズアップを押してたんですよ、ね、手のひらマークみたいな。で、ピースマークが本当は退出っていうマークなんですけど、その横に書いてある英語がなんかちょっと全部覚えてないんですけど、リーブなんとかルームみたいな、リーブクワイエットリー、そう、なんかそのリーブが私的にはライフのなんか変形みたいな、生きるって意味かなと思って、その部屋で生きるみたいな、その部屋で生き生き喋るみたいな意味なのかな、このピースマークはと思ってずっとハンズアップをしてて、退出できんな、これどうしたらいっちゃろうってずっと探してたら、気づいたらスピーカーの方に上げられて、でその部屋が元デカレンジャーのデカグリーンの伊藤陽介さんの主催してる部屋だったんですよ。で、なんか、キホさんこんばんはとか言われてあ、やばい、もう当たってしまったと思って、抜けれずに、しかもスピーカーに上がるみたいな、めっちゃパニックだったんですけど、なんとかデカグリーンのせんちゃんこと伊藤陽介さんが話をつないでくれて、なんか私がなんか今ポッドキャストのラジオでなんかちょっと本苦手だけど本読んでるんですよねみたいな話して、なんかおすすめの本ありませんかって聞いたら、そのデカグリーンの伊藤さんが、あ、じゃあ苦手なんだったら短い方がいいよねみたいな言ってくれて、星新一の短編集のショートショートをおすすめしてくれました。で、めっちゃ大好きなデカレンジャーの、しかもデカグリーンのせんちゃんからおすすめされたんで、ちょっとこの今読んでるディズニーの神様、掃除の神様が教えてくれたことが終わったら、それにしようかなと思ってます。で、デカレンジャーのデカグリーンに、うわ、幼稚園生の時の自分にせんちゃんと喋り寄るよって教えてあげたいですって言ったら、今日3人目なんか過去の自分に教えてあげたいシリーズって言われたんで、なんかせんちゃんと喋る時は言ってみてください、何人目か言われると思います。というわけで、リアル読書感想文のコーナーに入りたいと思います。リアル読書感想文。はい、このコーナーは、読書が苦手な自分が、本を読んでリアルな読書感想文をみんなにお伝えするっていうコーナーですが、今週も、鎌田博さんが書かれたディズニー掃除の神様が教えてくれたことを読んでいきたいと思いますね。で、先週は、夢の国の落とし物っていう章を読んでて途中で終わったんですけども、夢の国の落とし物っていうページの、清掃員になった、お父さんが、娘に実は清掃員ではなく清掃員をまとめる、中間管理職みたいな役職なんだよって嘘をついてるんですねっていう話までしてたと思います。で、じゃあその嘘はなんでなのかなみたいなのをこの後書かれるんですけど、ついにね、お父さんが、娘が彼氏と一緒に大晦日行くからって言ってた、その大晦日の日にシフトで入ってて、その大晦日の日が来るんよね、来るんですよ。で、大晦日にディズニーで働くパパの、もうやばいやばいっていう汗みたいな状況の日がついに来て、で娘ももちろん彼氏と一緒に大晦日ディズニーに行くんですけど、
お父さん嘘ついたまんまじゃないですか。で、なんやろ、ディズニーの、楽しみ方というか、楽しみだなって思ってる娘 もいて、大晦日に彼氏と一緒にディズニーに行くみたいなのそんな楽しいワクワクな状況の娘がお父さんのそんな清掃員の姿見たらやばいじゃないですかね。で、まあ、その話をここからするんですけど、お父さんがその大晦日のディズニーに入るっていうのを、まあ、お母さん経由で娘が知っちゃって、でしかも清掃員なんよねみたいな。でもその嘘に娘は感づいててみたいな。でも知ってる状態で娘は行くんで、まあ、ワクワクしそうし、しかも別に気にならないとか、嘘をついてることが気になってるだけで、お父さんが清掃員なのはあんま気になってないわけですよ。でお母さん経由でその娘は知ったんですけど、パパが大晦日清掃員で働くし清掃員やしねみたいな話をママから聞いて、で娘にお母さんが、じゃあなんでお父さん嘘ついとうと思うみたいな、お母さん、娘からお母さんになんで嘘ついとっちゃろうみたいな疑問を投げた時に、お母さんがなんでと思うって娘に聞いたんですよね。でちっちゃい頃さみたいな、一緒に出かけたの覚えてますみたいな、お母さんから聞かれて、あ覚えとうよみたいな、なんかあの大きいビルに出かけたよねみたいな感じの話をお母さんからされて、で思い出して娘も、でなんかその時にあんたお父さんも普通のスーツ着てる仕事みたいなのやってほしいみたいな、子供心に、なんか別に悪口とか、悪口っていうか悪い意味じゃなくて、普通にこう純粋にお父さんもスーツみたいなの着てほしいなみたいな感じで言ったらしいんですよ。でそれがお父さんの胸にずっと残ってて、でお父さんはディズニーで働く前から清掃の仕事を少ししてたので、なんかねそれがちょっとお父さんの心に残って、でそのずっと先も、まあ、ディズニーでせっかく働けるのに掃除しよるっていうのをちょっと嘘ついてたみたいなんですよね。で娘はそこで気づいたんですよ。お父さんが嘘をついてたんじゃなくて、私がお父さんに嘘をつかせてたんだみたいなのに、ディズニーに行く直前に気づいて、あでもお父さんのディズニーでの仕事がもし見れたらかっこいいよって言ってあげようっていう気持ちでディズニーに行ったらしいんですよ。でそしたら彼氏と一緒にディズニーに、娘ももちろん大晦日来て、でお父さんも働いてるんですけど、お父さんの無線に一件連絡があって、指輪を落としちゃった人、お客さんがいるので探してくださいっていう指示が来て、なんか各エリアから2名ずつ来て、まあ、合計10名でこんなちっちゃい指輪を探すんですよ。でなんかその指輪を探しても見つかりそうにないみたいになって、でお父さん自身もなんかもう娘にバレるのももう汗汗って感じやし、リーダーの金田さんにもなんかもう見つかりませんよ指輪なんて、もう諦めましょうみたいな言ったんだけど、なんか金田さんっていうそのリーダーはいや諦めたらもう絶対見つからないし、なんか限界って思ってる時にその限界値を絶対自分で決めたら、もうお客さんにもその限界ですっていうのが伝わるから、もう限界は全員で突破しましょうみたいな感じで、めっちゃ激アツな言葉をもらったらしいんですけど、もうお父さんは娘のことでなんかもう それどころじゃないんですよ。でもやっぱ仕事だから探さなきゃいけなくて、ずっと指輪を探してたんですよ。でそしたら地面とかそのパーク内を探しても見つからなかったんですけど、なんか汽笛の音が聞こえて、あの船の上にあるんじゃないかと思って、ディズニーランドの船の上を探しに行ったんですよ。そしたら案の定船の上に指輪があったんですよ。でそしたらその船って今はもう置いてないらしいんですけど、なんかその時はパークのゲストからなんかキャストにメッセージをかけるようになってて、お客さんが感想みたいなのを書くノートがあったらしいんですよ。でそのノートに明らかに娘の字で、お父さんめっちゃかっこいいよって書いてあったんですよ。名前とかは幸子さんって言うんですけど、その幸子って書いてあって、もう明らかに娘の字で、こんなに何万人のお客さんが言おうと絶対これは娘の字だと思って、すごい嬉しくなって、その見つけた指輪を握りしめて船の下降りてって、金田さんと合流して見つけましたよって言ってたらしいんです。そしたらそのスタッフの後ろから娘の彼氏が
まだその時お父さん知らないんですよ。男の人が来て、よかったです婚約指輪でみたいな、もう手渡してあげたいから箱から出してたんですけど落としちゃってみたいな、いやなんか婚約指輪なのに落とすんかいってちょっと思ったんですけど、その時はなんかでもね落としちゃったらしくて、でお父さんが見つけてくれたんですけど、そのまた彼氏の後ろに娘がいたんですよ。えみたいな、でこんな本みたいな話あるみたいな、でも、まあ、本に納豆券本みたいな話と思うんですけど、なんかそんな感じで娘の彼氏が落とした婚約指輪をお父さんが拾うってい う, もうなんとも夢のような展開になって、で、まあ、あのそこで幸子さんっていう幸せな子って書くんですけど、娘さんが、あのお父さんが、あお父さんの夢は清掃員になることでもなんかお金を稼ぐことでもなんかバリバリのサラリーマンになることでもなくて、あの幸子を幸せにすることだったっていうのを思い出して、それで嘘ついた自分に、あじゃあなんで嘘ついたっちゃろうってちょっとふと我に返ったみたいで、なんか最後に彼氏に指輪を渡して、で娘と彼氏になんか幸せになれよっていう一言を言ったんですよっていう夢のような落とし物の話を今週は読みました。あらすじ言っちゃって10分終わっちゃった。話しかけるって難しいですね。じゃあとりあえず今日は終わります。はい、今週もお付き合いいただきありがとうございました。ただただね、話の内容をネタバレするだけの回になってしまってちょっと残念ですね。難しいですね、やっぱリアルな読書感想をお届けするっていうのは難しいかな。なんかなんて言うんだろうな、なんか10分って短いなって思いますね。でも10分で喋れるようにもうちょっと読んできますというわけで、YouTube でお聞きの方は、メールアドレスに、感想や、この今回の酷評なども別に大丈夫です、送っていただいて、でポッドキャストでお聞きの皆さんは、ぜひあのお気に入り登録していただいて、であと NRS ラジオの、インスタグラムの DM にもぜひあの一言添えていただけると嬉しいですが、今週はあらすじだったので、まあ、読みたくなったか読みたくなくなったかはちょっと分かりませんが、来週ぜひあのまた聞いてください。頑張ります。というわけでお相手は今日でした。ごきげんよう。